EL のイベントがある程度進んできた段階でミルキー通りのファッション通りに行くと謎のお姉さんズに出会うことができます。おお、フラッとこっちに来てみただけなのに美人のお姉さんが2人も。いやー、だいぶ美人ですね。報告は以上よ。ありがとうございます。ついでにあいつに言っといてください。早くしろって。わかったわ。しかしあなたも大変ね。せっかくの休暇でしょ。まあ今は津波のせいで大企業も軒並み大変な目に遭ってますから、うちも例外じゃないですし、元がダメな人間な人だからあの人は危機感ないだろうし、いおりさんですね。だからってそれを会社の人間じゃないあなたがする必要はないでしょ。まあ一応律儀ね。あなたほどじゃないですよ。でもそんな心配するなんて年を取った。休暇が終わっても向こうに帰れないけど大丈夫？向こうに行っちゃうのかな、逆に。すいません、また何か分かったら報告するわ。はい、お願いします。仕事だから。そうですね。うわ、こっちに来た。盗み聞きは良くないわよ。気をつけなさい。あ、はい。この人に釘刺されたら怖くてしょうがないでしょ。なんだ、やられるかと思った。殺気を感じたのか。で、こっからは土日にミルキー通りのファッション通りに来るとイベントが発生しますね。お、前に見た美人のお姉さんがまたいるぞ。何をしてんだろう。声をかけてみようかな。このお姉さんはね、声はかけない方がいいんですよ。無理だ、絶対に無理だ。あんな人の前に立ったら絶対に何か失敗する。まあなおさらジュンさんだしね。諦めよう。ねえお兄さん。え、お兄さん、前に私たちの話を盗み聞きしてた人だよね。覚えられてる、結構前なのに。え、何してるの、もしかしてそういう趣味の人。違います、どういう趣味の人ですか。言っちゃっていいなら言うけど、傷つきそうなのでやめてください。もうパワーバランスが。で、何してるの。いやー、そのお姉さんがずっとその場を動かなかったので何をしてんのかなと思いまして、柱の陰から息を切らせて覗いていたわけだ。警察呼ぼうか。いや、そんなことしてませんって。そんな目で見ないでください。あー、あ、逃げた。なんか懐かしいな、変な人のことを思い出しちゃった。どこぞの風来坊のことですかね。うわ、またあの人がいる。前に会った時は偉い目に遭ったからな。嫌な予感するからここは立ち去った。ね、お兄さん、まさかの逆なん。え、また覗き。とりあえず通報するけどいいかな。とりあえず通報するのはやめてください。じゃあとりあえず通報するのはやめておくよ。とりあえずなんですね。お兄さんよく会うね。もしかして私を探してる。いや、もう美人なんでね、探していますよ。実はお姉さんに会うために、とりあえず通報決定だね。すいません、本当に偶然です。まあそうだよね、わかってるなら心臓に悪い冗談はやめてください。本当に通報するとか思ってるの。なんかこの人本気でそんなことをしそうな気がするんだよな。いい感してますね。よからぬことを考えてそうだから指で目を突き抜けていいかな。突き抜ける。よからぬことなんて考えてませんよ。それならいいんだけど。そうだお兄さん、この町の人。まあ近い場所には住んでますよ。この辺りってやっぱり若者とか多かったりするの。そうですね、ファッション街って呼ばれてますし、ブランド店も多いですからね。この付近ではここが一番若者が多いと思いますよ。やっぱりそっか、思った通りだった。まあもうこんな時間だ。お兄さんありがとね。いえ、まだしばらくはこの辺りの調査をしてるから、また何かあったら協力してよお兄さん。はい、じゃあね。はい、さよなら。まあ美人だからね。あれ、一瞬今まで言われたひどいことを全部許してもいいような気になったぞ。まあ可愛いからね。またお姉さん。おや、あのお姉さんだ。お姉さんがいたら、これは当然ね、話しかけるわけにはいかないので遠くから声をかけましょう。おいお姉さん。お、いやいや、今視線が合いましたよね。なんで無視するんですか。誰ですか。知らない人に話しかけられたら注意しなさいって言われたんですよ。さっき初めて入った店の店員さんに。いや、その人も知らない人ですよね。知らない人に注意してくださいよ。確かに。という冗談はさておき、お兄さんじゃん、今日も元気にダメしてる。いや、もうそのフライボじゃねえんだからよ。何ですかそれ、ダメしてるって。なんとなくお兄さんにぴったりな気がしてね。否定はできませんね。主に風来坊の人に使うんだけど、主にというのはっていう話ですけど。俺は風来坊じゃありませんよ。そうだね、まだまだ若いもんね。何歳？22です。え、若い。リアルに年を聞くとやっぱり若いと感じるな。いやいや、お姉さんも若く見え。まだ若いの？若く見えるんじゃなくて若いの。わかった。今度間違えたら次の夕日が見れないと思った方がいいよ。殺されるやん。あと数時間の命。すいません。しかしよくお兄さんと会うね。というか、ここに来たらお姉さんがいるって感じなんですけどね。まあ確かにそうだね、ここだけにいるわけじゃないけど、今回帰国してからはこの辺りにいることが多いかな。帰国ってことはお姉さんは海外に住んでるんですか。そうだよ、大学卒業してからずっと向こう暮らしだね。今回は長期休暇を取れた、というか無理やりもらったんだけど、しばらくは日本に滞在する予定なの。
そうなんですか。なんだかすごいっすね。私はすごくないよ、本当にね。さて、そろそろ行くよ。今日は遠前町まで行く用事があるから。なんかありましたっけ、遠前町って。何にもないよ、本当に何にもないね。なくなっちゃったからね。でもいい町だよ。そうですか、それじゃあね。はい。結局なんでこの辺にいるのかな。今日も聞きそびれたな。次にもし会えたら聞いてみよう。次でラストです。お姉さん、また会ったね。はい、前から尋ねようと思っていたんですけど、ここで何をしてるんですか。この辺りをうろうろしてますよね。よく見てるね。警察に突き出していいかな。もうそのネタは勘弁してください。3回目だからもう鮮度は切れた。鮮度切れなので次からは違うリアクションを取ってみるよ。普通に接してください。それで私が何をしているかだっけ。そうです、どこかにいい場所がないかなと思って見てるの。場所？そう、ここに私のお店を出したいんだよ。お店？何のですか？服だよ。どこかのブランドを扱ったりするんですか？違う違う、仕事してないように見えるけど私はデザイナーさん。ファッションのね。そうなんですか。じゃあ自分のブランドの店を持つってことですか？そうだよ。かっこいい。まあ自分の力だけでここまで来ていたらそうなのかもしんないけど、どういうことですか？いろんな人の力を借りて今の地位があるってこと。地位っていうほど大したものでもないんだけどね。それでもお姉さんの実力があったからみんなが力を貸してくれたんでしょ。どうなんだろうね。だから私はここで一人で店を持とうと思ってるの。資金とか大丈夫なんですか？資金はあるよ。それも自分で貯めたお金が偉い。そうなんですか？じゃあなんですぐにでもお店を持たないんですか？約2名ほどここに私がお店を持つことに反対する人がいてね。一人は離れるのは寂しい、だからダメっていう人と、もう一人は、そんな小さな島国でする必要なんてないわ。あなたはもっと上を目指しなさいというややこしい人がいるの。あの、いおりさんとりんさんですね。お世話になったし、心配してくれてるのもわかるんだけどね。はあ、なんか大変そうですね。大変なんだよ。でも楽しそうに話していますよ。そう？まあ大好きな人たちだからね。でも結局お店は出せないんですよね。そうなんだけど、実はこっそり出そうかなと企んでるの。今は監視役もいないし。監視役？そんなのついてるんですか？まあ鬱陶しい二人がね、ピエロとあとは電子演算ですね。なんかお姉さんも大変ですね。そうだよ。そうだよ、軽いなだいぶ。最後にプロフィール、謎のお姉さん。名前も謎のお姉さんにされてますね。ミルキー通りのファッション街でうろうろしているお姉さん。休暇中なので日本に戻ってきているらしい。世界でも有名な服飾デザイナーさん兼どこかの会社の永久秘書さん。羨ましいポジションだよな。結構忙しい人である。この人が誰だか気づいた人は昔の姿と見比べてみよう。髪を下ろしたら誰だかわからないや。まあ、くるくるも可愛かったけど、この髪型は普通に美人さんですよね。そしてもう一人プロフィール。リンさんです。はい。あの子のアバターですが。どっかで見たことあるようなアバターで EL と話をしている美人、EL 団の女性。EL と同じ依頼主に頼まれており、ハッピースタジアムの調査をしているが、半分ぐらい EL への伝令役となっている。EL との会話は暗号でしており、文章だけ見ても中身はわからない。このアバターを本人が作ったかどうかは謎。妹離れした方がいいと思う。まあ、相変わらず可愛がってもらっているみたいで、非常に良かったです。はい、こんな感じでね、お姉さんたち、今後も出てきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。またそちらもね、パワポケ13、14っていろんなイベント動画投稿していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。バイバイ。